あ、どうも、こんばんは。深夜の3時です。ちょっと前に特価だったんで買ってきました。128円。通常138円なんですかね。日水です。ということは、あんまり中身は期待できない。コスパが悪い。大きい会社なんで、小さい会社に比べてコスパは悪いんじゃないかなっていう気が漠然とします。ただ、10粒入って128円って安すぎますよね。いずれにせよ128円ってさ、これがいやー248円だよね。298円でいいと思う。248円で安いかなっていう、そんな感覚ですよ。シューマイ、いや、玉ねぎ、輸入または国産、そんな表記がありなんですね。鶏肉、つなぎ、かっこ小麦粉、ゼラチン、粉末卵白、ラード、流浄植物性タンパク、魚肉、すり身、砂糖、食塩、醤油、ぶどう糖、タンパク、加水分解物、香辛料、チキンエキス、パウダー、ポークエキスパウダー、カニクス、エビエキス。この商品はトレーごと蒸すことができますが、金属製の蒸し器の側面にトレーが接触した、直接の設定するようなトレーなんだろう。十分蒸気の上がった蒸し器に取り入れる。12分、油で揚げる。電子レンジ。凍ったままの商品を水にくぐらせて皿に乗せ温めてください。へぇー。ラップをかけてやってみようか。匂いはもうすでにいい。うん。しっかり匂いはシューマイの匂いしますね。匂いはね、いい感じです。まあ、とりあえず食べましょうか。うん、普通にシューマイ。逆にその豚のアクっぽさ、こないだ食べたやつがそうだったじゃないですか。あれは焼き小籠包か。こないだ食べたやつ、こないだ食べたやつなんかはその豚のアクが出てたんですよね。ただこれの場合、豚がない分アクがない。その代わりそのチキンエキス、ポークエキスは入ってるんで、香り自体はするんですよ、動物の。で、玉ねぎがあって、玉ねぎの甘みはあるし、食感も別に普通、硬くない。うん、美味しい。美味しいですよ。シューマイって別に豚肉を求められてないところあるじゃないですか。だいたい普段から我々が、まあ我々って言ったら申し訳ないですけど、あんまりシューマイって、本格派のシューマイって食べてないと思うんですよ。お弁当に入ってるとかなんかに入ってるレベルのシューマイで舌が慣れてるじゃないですか。それって多分あんまり豚がしっかり入ってるとかそういうやつじゃないと思うんですよね。大豆、流浄タンパクとかも入ってて、鶏がメインだったりとか、そういうシューマイが多いんじゃないですかね。だからこれ普通に美味しく感じます。食べやすい。何度も言いますけど、エキスが入ってるしって、動物性の香り、風味がしますし、柔らかいし、うまい。うん、油ギッシュで美味しい。